はい、今日の一品です。まずは缶詰のコーンとチーズですね。3種のミックスチーズ、これを混ぜていきます。全体に混ざったら、まな板にラップを敷いておいて、これを細長くラップの上に出していきます。はい、あとは形をちょっと菜箸で整えて、足を先に折ってくるんと巻いていきます。そしてこのまま電子レンジに入れて、電子レンジにもよるんですが20秒ぐらいですかね、チンするとチーズが溶けたのを冷凍庫にしばらく入れると棒状になります。そして晩ご飯で残ったケンチキですね、これをほぐしていきます。海苔にご飯を向こう側を2センチほど海苔汁を残して敷き詰めていきます。これにレタスを並べて、先ほど固めておいたコーンチーズブロックですね、これをチーズの上に乗せてほぐしたケンチキを入れていきます。あとはいつものようにマヨネーズですね、これをかけたらくるんと巻いていきましょう。ちょっと具が多いので巻きにくいですが、ラップを下に敷いておくと巻きやすいですが、めんどくさいのでさっとギュッと巻きます。あとはカットして、完成です。コーンほぐしケンチキとコーンチーズブロック巻き、はい、こんな感じです。お弁当にどうぞ。